第536回11月18日木曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書コリントの信徒への手紙1:6-20。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。神は信じた者を神の神殿としてくださいます。私たちには自分の足りなさや弱さを嘆く誘惑がやってきますが、自分が神の神殿とされていることを感謝するときに、それらの誘惑を退けることができます。神は私たちの弱さや足りなさを私たち以上に知った上で、神の神殿としてくださったのです。神はそのために御子イエス・キリストの命を捧げてくださいました。私たちはこのキリストの命によって罪の奴隷状態から買い取られたのです。あなた方は代価を払って買い取られたのですとあります。そして神によって買い取られたものは自分の体で神の栄光を表す使命が与えられています。喜んで神の栄光を表したいと思います。共に祈りましょう。今週の祈り。1、神の神殿として清くあることができますように。2、コロナで苦しんでいる人に必要な支援がなされますように。3、コロナが完全に収束し新しい出発ができますように。私たちを罪の奴隷状態から買い取ってくださった神様、私たち一人一人神の神殿とされているこの豊かな恵みをありがとうございます。あなたが宿ってくださるにふさわしい清い歩みをさせてください。あなたがいつでもどこでも私たち一人一人の祈りを聞いてくださっていることを感謝しながら今祈ります。コロナで苦しんでいるお一人お一人を今支えてください。必要なものが届けられますように。苦しんでいる人が癒されますように。またこの時代にどうか一人でも多くの人たちがあなたを信じ、自分が神の神殿となるのだというこの最高の喜びを見ることができますように。主よ、さまざまな誘惑が私たちに襲ってまいりますけれども、すべての誘惑を退けてくださって神の神殿として今日も歩むことができますように。あなたが共にいてくださり祈りを聞いてくださることを感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。